メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。さあ、そしてバッターボックスにはウィーラーが入っています。怖いバッターに回ってきましたね。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。まあここをしっかり抑えて味方の勝ち越しを。きたー、文句なーす。突き刺さった。ウィーラー勝ち越し満塁ホームラン。ライオンズこの終盤リードを奪われる痛い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。これで一気に4点差、大きく突き放されます。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。そうですね、もうこういう試合になるとどうしてもまあ後手後手に回りますんでね、まあ、仕方ないのかなという気がしますけど。そうかもしれませんね。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。